あなたが噂の冒険者ね。私はミンフィリア、この暁の結盟の盟主です。待ってたわ。こちらへどうぞ。悪いようにはしないから安心して。いろいろ聞きたいことはあると思うけど、まずは私たち暁の結盟について説明した方がいいかしらね。私たち暁の結盟は国家間の垣根を越えてエウルゼア全土で活動している団体です。私たちの目的は一つ、神々に愛されし地、このエウルゼアを救済すること。そのためにエオルゼア、いえ、世界が抱える脅威である万神問題の解決に向けて取り組んでいます。この暁の結盟にはあなたと同じ不思議な力を持つ人が何人かいるの。この不思議な力にはいくつか種類があるのだけれど、あなたはこれまでにこんな経験をしたことがないかしら。ノイズのような感覚、何かに吸い込まれるような感覚、まるで幻のように浮かび上がる風景、それこそがあなたの能力。精神の壁を越え相手を見ることができる、超える力よ。超える力は言葉の壁を超える力、心の壁を超える力、そして幻のごとく過去を見ることができる時間の壁を越える力。さすがに過去が見えるだけで相手と会話したり結果を変えたりなんてことはできないわ。さまざまな能力の中でもこの超える力は特殊なもの。ただこの力は自分で発動をコントロールできないところが悩ましいのよね。そう、私もあなたと同じ力、その超える力の能力者の一人よ。さて本題よ。私たちの目的、エオルゼアの救済のためには万神問題の解決が不可欠。そのためには国家、組織、種族、言葉、それに主義や思想、あらゆる壁を越えた対策をしなくてはならない。そこであなたの力が必要になる。
私たち暁の決明に協力してほしいの。あなたの能力、超える力は万神への切り札ともなるもの。万神問題を解決するため、世界を救うために必要な力よ。あなたがエオルゼアを歩く冒険者として何を求め、何になりたいのか私にはわからない。でもこの先も冒険者として生きるためには、もっとエオルゼアを知る必要があるでしょ。そしてそのエオルゼアには万神問題がある。私たちと行動して万神問題を追うことは、エオルゼアを知るのに最も近道だと思うわ。早速使ってるわね。協力してくれると受け取っていいのかしら。よかった、ありがとう。きっと協力してくれると思っていたの。では改めて暁の決明の仲間たちを紹介しなきゃ。シャーレアンという言葉に聞き覚えはあるかしら。
エオルゼア六大都市の一つで、アルデナード小大陸の北西にある都市国家よ。あ、いえ、正確にはあったと言うべきかしらね。彼らは古の地に精通し、エーテル学や魔法の分野では帝国さえ凌駕する知識と技術を持っていたの。そんなシャーレアンの中で賢人と呼ばれる人々が結成したのが救世使命。エオルゼアが滅亡から逃れる希望があると信じて、この地に残って活動してくれた集団よ。他の住民は北洋の本国に帰ってしまったけどね。彼らがそのシャーレアンの賢人たち。彼女がイダ、隣がパパリモよ。二人とも森の都グリダニアの調査を担当しているわ。よろしくね。よろしく。君なら協力してくれると信じていたよ。私もね。次、彼はサンクレット。ここ砂の都ウルダハの調査の担当者だ。よろしくな。彼女はヤシュトラだ。海の都リムサロミンサの調査の担当をしている。よろしくね。最後に、彼はウリエン・ジョーギュレ、この本部の執務長よ。困ったことがあったら彼に聞くといいわ。月明輝けども、必ずや暁迎えん。我が友の言葉、この出会いに感謝を。我々は5年前のカルテノの戦いで痛手を負い、指導者を失った。そして我々と歩みを共にしていたミンフィリアたちと暁の結盟を結成したの。このように能力者とシャーレアンの賢人を中心に、暁の結盟は多くの名員で構成されているわ。そして彼女、受付や事務処理を担当しているタタルさんよ。よろしくです。みんなで仲良くやっていきましょう。さてと、早速だけど頼みがあるの。ウリエンジェさん、バルデシオン委員会からの資料は届いてる？ええ、こちらに。ウルド派のグランドカンパニー不滅隊からある事件への協力要請があったの。サンクレット、説明をお願いできるかしら。事件の概要はこうだ。七和銀山で採掘されたクリスタルを運ぶアマジナ鉱山社系のキャラバンが襲撃された。それだけじゃない。時を同じくしてウルダハ近辺の貧民窟から幾人もの人が消えている。クリスタル強奪事件と誘拐事件ってところね。本来こういった事件は治安維持も務めるグランドカンパニーの仕事だわ。でもこの事件、おそらく蛮神が絡んでいる。現場に残っていた手口、おそらく首謀者はウルダハに住むアマルジャ族だ。アマルジャ族にはクリスタルを強奪したり人を誘拐する理由がある。それこそが蛮神関連ってわけだ。あなたに蛮神問題を理解してもらうためにも、この事件に関わってほしいの。ありがとう。ウルダハの事情には担当でもあるサンクレットが詳しいわ。彼にあなたを支援してもらいます。俺に任せてくれ。よろしくな。